はいどうもこんにちは、エクセル小技集のお時間がやってまいりました。局長のおうちです。どうも。新作ゼルダの伝説があまりにも待ちきれないので子供に旧作をプレイさせて楽しんでいる F 局員でございます。はいどうも待ちきれない待ちきれないですよ。楽しみですね。ワクワクですね。やばいぐらい楽しみで。やっぱ大人気ですもんね、任天堂のね、キラータイトル。任天堂の株価も上がるんじゃないかというざわつきが出てます。はい、といったところで今日は Excel で前日比分布の作り方っていうのを教えていただけるということで。なぜ前日比分布を作らなければいけないのかっていう話なんですけど、うん、前回の動画中長期株振り返りっていうやつを作ったんですけど、うん、その中で配当狩りで日々差し値をしなさい、まあ、私日々差し値してますよっていう話したんですけど、うん、その日々差し値を入れるにも最適な差し値位置ってどうやって探すんだっていう話をちょっとしたんですけど、はい、その時に各銘柄の前日比の分布をちゃんと作って、うん、3ヶ月に1回とか1ヶ月に1回約定しそうなところに刺した方がいいよっていう話をしたんですね、はい。まあ、詳しくはこの動画見てほしいんですけども、うん、実際 Excel でどうやってその分布を作ればいいのかっていう話をすっ飛ばしたので今回やろうか。用意するもの、まず前日比データを用意してくる。これウェブのね、ヤフーファイナンスとか民株さんとか株単とか言ったら日足4分値とかちゃんと取れるので、それでまあ Excel で前日比を用意してもいいんですけども、まあ我々株システムトレードソフトイザナミっていうのがあるので、そいつから前日比データを取ります。それで分布を作るのに Excel が必要でございます。Excel 持ってない人はちゃんと買ってください。まず前日比分布を作るにあたっての前日比なんですけど、まずイザナミを立ち上げると銘柄どこでもいいのでリスト出てるところをダブルクリックしてください。するとまあチャートが出るんですけど、チャートが出た時に下を見ていただくとチャートと時系列っていうのがタブが出てるので、時系列タブをクリック。したら時系列一覧がバーッと最新から2000年あたりまで全部出るので、前日にこの場合初期設定の場合これで出てるので、横列に出てない時はちゃんと設定から前日比率作ってください。これで左上の緑 Excel ボタンがあるんでクリック。こんなダイアログが出るので、クリップボードにコピーっていうのをチェック入れて日付と前日比だけチェックして OK。 クリップボードにコピーされているので Excel を立ち上げてお好みのセルを選んでコントロール V でございます。私 A1 コントロール V でございます。で前日比の一覧を見るとこれパーセントがついてるんですよね、イザナミから持ってくる。で邪魔なのでパーセントを何もなしに置換します。 Excel の置換ダイアログを出してパーセントを何もないよっていうのに指定して全て置換すると、パーセント付きの怪しい数字になるので、ここでね右クリックを押してセルの書式設定っていうのを表示していただいて、数値の小数点以下桁数2桁にして OK をします。すると前日比がパーセントなし持ってこい。これで前準備の完了でございます。はい、準備でございます。まず一つ目、分布の範囲を指定します。赤枠で囲ったところが範囲指定に当たる部分なんですけど、上から 2%、1.5%、1%、0.5% でマイナス 2% まで、まあ、今回の場合は作ってる。人によっては 5% で作りたいとか 0.25% 刻みでやりたい、それはまあお好みに合わせて勝手にやる。で右下に尾行で緑って書いてあるんですけど、緑枠あれが一番上の 2% っていうところは 2% から 1.51% のやつがっていう意味。ただの補足説明、これ Excel 上には本来いらないもので、必要なのは赤だけでございます。準備その2、セル選択でございます。ここ重要ポイントなので聞き逃さないように耳かっぽじって聞いてください。いやここは真剣に E2 から E10 まで全部選択肢、これ重要でございます。耳かっぽじっていただきましたか。かっぽじりました。ここで関数を指定します。うん、で上のね、イコール F レクエンシー、周波数なんですけど、頻度とかっていう、この関数を使って、カッコ、前日比すべて、1個目のパラメータがね。うん、で、2個目のパラメータが範囲、2% からマイナ2%まで。これマウスでクリクリってやったらちゃんと取れるので、頑張ってやってください。
で選択して最後カッコで閉じたらコントロールとシフトとエンターパチンと押してる。これ重要でございます、うん、コントロールシフトエンターじゃなくてただのエンターだと E にセルだけが生成する。コントロールシフトエンターで E2 から E10 までの緑で選択したセルの中に全部この関数が反映する。これ重要でございます。耳の穴かっぽじってで E の2から E の10までに前日比の回数が、おー、なるほどね、表示される。お好みに応じてグラフ出したりもしてみてください。これで今 B 列全期間なんですけど、まあ1年間とかね、半年間とかで、どの位置だったら刺し根刺さりやすいか、1ヶ月に何回ぐらい刺さるんだとかっていうのをこの辺で分析していただく。最適な値はご自身でしっかりと調べてください。まとめポイントでございます。セル選択時は範囲を選んでください。関数の決めはコントロールシフトエンターでございます。これ超重要でございます、うん、ああなるほどなと思った方ちゃんといいねボタン押してください、うん、忘れずにお願いします。おまけでこれ前日比ね、先ほども言いましたけど全期間でやるのは長いので、まあ、直近3ヶ月とか半年とか週に1回刺し根刺さるとか3日に1回は刺さるとかそういうところを探す。あと時期、現在どれぐらいポジ持ってるか、今日は下がりそうだとか上がりそうだとかいうので指し根は日々微調ちゃんとやってる。さじ加減で、うん、バカ正直にこことかいうのはないんで結局のところはい、では皆様ね、コメントで質問とかありましたらぜひよろしくお願いいたします。はい、といったところで PC の使い方や Excel 小技、これからもゆるく解説していきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。このチャンネルは株システムトレードソフトイザナミのスタッフがゆるーく運営しております。詳しくは概要欄記載の URL から。チャンネル登録・高評価もよろしくお願いします。